人衣笠鉄人衣笠鉄人衣笠幸男。昭和22年1月18日京都市生まれ鉄人衣笠。父親が進駐軍で母親が日本人の鉄人衣笠。京都市立楽蔵中学に柔道部がなく、しょうがなしに野球部に入った鉄人衣笠。昭和39年の甲子園、平安高校のキャッチャーとして春夏ともにベスト8の鉄人衣笠。昭和40年広島カープに入団しました鉄人衣笠。白石克己監督の方針で内野手に転向した鉄人衣笠。契約金でアメリカ車フォードギャラクシーを購入した鉄人衣笠。何度となく事故を起こして最終的には免許を剥奪された鉄人衣笠。ベトナム戦争の泥沼化に伴い岩国基地周辺が大いに賑わっていた頃、車を飛ばして遊びに行って仲良くなった兵隊たちと飲み明かす鉄人衣笠。ある日アメリカ兵の友人に明日ベトナムへ行くんだと告げられた鉄人衣笠。この言葉にショックを受けて遊び回る自分を恥じて野球に真剣に打ち込むようになりました。昭和43年から一塁手としてレギュラー定着鉄人衣笠。昭和45年最大の恩師関根純三が打撃コーチとして広島に入団してきた。マンツーマンの過酷な練習に耐えかねて飲みに出かけてしまいました。夜中の3時過ぎ宿舎へ帰ると関根が玄関で待っていて泣きながら朝まで素振りを続けました。野球選手としては小柄な体格ながら飛び抜けて体が頑丈でした。入団当時の背番号は28、横山光輝の漫画から鉄人のニックネーム。昭和50年上ルーツ監督曰く長嶋茂雄を超える三塁手としてコンバート。本当のところはゲイル・ホプキンスが一塁手がいいと言ったためだったとか。球団初のセントラルリーグ優勝の年から背番号3の鉄人衣笠。オールスターゲームでは山本浩二との2打席連続アベックホームラン。球団初の日本一は昭和54年、いわゆる江夏の21球。ノーアウト満塁でマウンドへ駆け寄り江夏をなだめた鉄人衣笠。昭和54年にスタメン落ちして手当たり次第物を投げ飛ばした鉄人衣笠。デッドボールで骨折して次の日代打で3球三振。不安と自分と西本投手に捧げるフルスイング。昭和62年6月12日市民球場連続試合出場世界記録。6月22日王貞治に次いでプロ野球から2人目の国民栄誉賞。昭和62年9月21日現役引退を表明しました。解説者として評論家としてタレントとしてプロ野球を見守り続けました。平成30年4月23日71歳で野球の神様の待つ天国のスタジアムへ、その4日前まで放送席に座って野球を心から愛していた鉄人衣笠。連続試合出場2215の鉄人衣笠。2543安打504ホーマー鉄人衣笠。打点王に盗塁王にベストナインにゴールデングラブ野球殿堂入り鉄人衣笠。カープの永久欠番背番号3鉄人衣笠。鉄人衣笠。
人キヌガサ鉄人キヌガサ鉄人キヌガササチオ鉄人キヌガサ鉄人キヌガサ鉄人キヌガササチオ